リンゴマンレコード姫の舞子のチャンネルジャック、今週もアレクシー・コレンコさんです。どうぞ。8月15日月曜日、リンゴマンレコードの姫の舞子のチャンネルジャックのお時間です。舞子さんをお呼びしたいと思います。舞子さん、お元気ですか？はい、こんにちは。元気ですよ。こんにちは。ねえ、8月15日でね、お盆も今日で終わり、また本当ね、16日からは平常運転になりますけれども、少しずつ涼しくなってほしいよね。ね、まあ、うん、なんやかんや言ってちゃんと暦の通りに、うん、残暑になり、すぐに秋風が吹き、で10月11月12月とじゃすぐに1年終わっちゃうんですね。早いね。はい。ね、早い。なんだろうね、遠いんやろうし。ね、本当に1年がね、年とともに早い。ね。その中でまだまだ戦争の方は終わっておりませんが、ね、はい、アレクシー、ね、心配だと、ね、ね、だんだん、そうなんですよね。頑張ってほしいですね。なんとかね。ね、もう半年がね、うん、なことを言って、うん、辛い。ね、もうヘロヘロなって、なんかやってたかやってなかったのかわからないような形で終わっちゃうのかね。どうなっちゃうんだろう。街はさ、壊滅的じゃないね。ねえ、本当に、うん、大変。まあね、みんな日本に避難された方もいっぺん、うん、ウクライナの方帰って、うん、医療を受けに帰るっていう人も増えたらしいので。あ、そうなんだ、うん。当然ほら言葉の問題があるじゃないですか。うんうん、すべてそれなのね、言葉の問題の。医療は日本の筋の方が高いからね。うん、でもね、こと細かな説明がね。そう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 、やっぱその辺はね、まあ、大変ですよね、どうしてもね。うん、そっか。ね、落ち着いてほしい。うん、ね。舞子さんの8月15日というと、どんな思い出がありますか？なんかね、うん、お墓参りぐらいかな、うん、8月15日の思い出言ったら、うん、日本にいたらお墓参り行くかぐらいしかしてないと思うね、うん、でも8月15日って私が勤めてた会社では、うん、お盆っていうのが関係なかったのね。だからそのお盆休みっていう仕事の関係はなかった。なるほどなるほど。お正月は会社はお休みだったんだけど、うん、お盆のは関係なかったからね、有給とかで休むのはいいんだけど、うん、会社としてはお盆は休みがなかったからね、うん、若い時働いてた時は、うん、お盆っていう感覚はなかった、うん。お墓参りっていうのはいつ頃からの記憶あるの？子供の頃から記憶ある？あるある。ほうほうほう。こうやって提灯持って、ほうほうほう、ろうそく中にこうやってお墓まで歩いてたような記憶もある。え、それ夜行ってるの？夜行ってるんだと思うよ、みんなで。え、なんで夜行くの？墓参り危なくないの？それ墓参り？墓参りじゃないね、そしたらなんか肝試しかなんかだったの。え、なんだろう、こうやってやる。なんか盆踊りかなんかあったの？あ、そうかな、ね、そうかもしれないね、うん、お墓参りは昼だよね、うん、毎年毎年行ってたんですよ。行ってた。どんな感じだったの、気持ち的には？お墓もう当たり前のようなルーティーンだったの？うん、何も感情なかったね。さらさらーというさらー、ご先祖様ですよみたいなこと言われて、うん、お墓掃除してみんなで、
そちらのお墓っていうのはご先祖様、何世代前のご先祖様がいらっしゃるの？おばあちゃんの上？上。うん。ひいおばあちゃんから。うん、ぐらいが名前があったような気がする。ああ、そうなの。うん。それはそれは。そうして、なんか、水かけて、草抜き、うん、まあ一緒だよね、どこも。うん、で、なんか、きれいに雑巾で拭いて、うん、なんか、お墓にお花を持ってきたり、なんかなんかして、うん、まあ、そんなことをやってたような気がするね。子供の。お勤めしてる感じがしたの、それは。そうなのかな、なんかあんまり、風習でやってた感じで、感情がわからないね、今考えても。じゃあ、嫌だったっていうような感情もなく、どっちもない、何もないの、うん、自然にやってたような感じ。そう、日本はそうするもんだみたいな。うん、わかりました、うん。まあ、日本のね、8月15日はこんな感じなんですけど世界の8月15日って違いますからね。うん、いろいろだもん ね。だからこんな感じで、また、はい、お盆明けもよろしくお願いします。また来週お願いします。はい、ありがとうございました。リンゴマンレコード、姫野舞子のチャンネルジャック。今週もアレクシー・コデンコさんです。どうぞ。